はい、では始まりました。ハイチのダラダラジオ第214回でございます。今回テーマ塾講師を辞めた理由っていうね、まあ聞きたい人いるかなってちょっと不安がってるけど話していきます。であと、とあるイベントがね来月あるんですが、みんなに直接関係ないんですけど、嬉しかったんで俺がちょっと喋らせてっていう感じでいきましょう。で、まあ、辞めた理由、まあ、もともと俺自分、個別指導の塾講師を丸3年かなやってたんですよ。23になってすぐに就職したのか、自分は。そうそう、だったんですけど。で、まあ、ちょっと塾講師の時の話からすると、まあ、個別指導塾で、そんなにメジャーな塾ではないです。結構、なんか俺が辞めてからすごい全国展開してて、教室はいっぱいあるらしいんだけど。で、もともと契約社員で入って、たの俺最初契約社員って言ってもあれかな、ボーナスが出ないんです。そう、正社員と同じような働きをするけどボーナスとかが出てこないのが契約社員で、まあ、その契約期間が切れると続けるか辞めるかっていう感じになるような社員ね。でそっから、正社員に すぐ上がって上げてもらって、で、教室長とか、まあ、埼玉だったんだけど、俺埼玉の北部のエリア長とかもやってたんですけど、最後はで、まあ、やってたと。で自分の中では3年塾講師は続けようとも決めてて、どんな会社でも。そう。それは決めていて、で、3年経った時に、まあ、その26か、25、6の時に、まあ、この会社で骨をうずめる、まあ、ずっと働いていくか、違う道を選ぶか決めようと。ただ3年間はがむしゃらにやろうって決めてたの。で、実際その辞めた時っていうのは、あと1年2年はやろっかなって思ってた、本当は。だから27歳ぐらいまでは塾講師やろうかなって思ってたよ。そう。で、まあ、会社のやり方にはいろいろ云々はあるけど、もちろんね。それはもうどこの会社でもあると思うし。だって、まあ、俺自体も我が強いからさ、こういう教育したいっていうのを押し通せるわけじゃないじゃん。でも、やっぱり意見を言う、どんな会社でもそうだと思うんだけど、意見を言うためには成果を出さなきゃいけない。会社に貢献しなきゃいけないと思ってたから、とにかく、数字を、で見せる。っていう、そう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 。だから、いろんなね、例えば、新しい生徒をどれだけ増やせたかとか、生徒をどれだけ辞めないでいられたかとか、そういう数字をさ、常にトップの方で居続けることで発言権を得て、で、まあ、いろいろ発言できるようになったんだけど、でもやっぱり、そのね、自分が辞める、あれ何ヶ月前だっけな、数ヶ月前にね、変わったの、上司が。上司がシステムが変わったんだよね、会社の。そう、なんか人事的なとこで。で、俺は、そのトップの人、自分の、まあ、トップだった人ね、が、なんだろうな、いろいろあったんだけど、いろいろあったけど、でもすごく尊敬してて、その人のことを。だから、この人の元だったら、いくらでもがむしゃらに働こうと、思えてたのね。だけど、変わってしまって、なんて言うのかな。まあ、もちろん、企業だからさ、お金って大事だよ。お金って大事なんだけど、前以上にお金するシステムに変わったのね。で、まあ、綺麗事言うんだったら、まあ、個別指導って高いんだよ。集団よりも月謝がすごく高いのね。で、俺がもともと、塾に行ったことが、進学塾って学習塾に行ったことがないんで、カルチャーショックだったの。月謝見た時に。え、こんな高いの?みたいな。そう、夏期講習とかさ、冬季講習とか見た時もさ、マジか?みたいな。で、まあ、教育にはお金がかかるし、まあね、そのだけの授業をしてるから、その対価としてもらうのは当たり前とは言ったら当たり前なんだけど、その葛藤がすごくて、俺の中で、俺こんなにお金もらわなくてもっていう。だって、やっぱね、こう、そんなさ、なんだ、好景気じゃないかでも不景気だから言っても、すごくこう、家計を切り詰めて、その月謝を捻出してくれてる方とか、親御さんも知ってたし、だから、その中で、でも、自分の中での最大のパフォーマンスというか、授業をして、成績伸ばして合格させてっていう、ところまで持っていければ、自分の中でも成り立ってたの。でも、それ以上にお金してしまったことによって、あ、違うって思っちゃったの。俺はダメだと、ここで、自分の教育人生を全うすることはできないって思って。で、まあ、それでもう、あと2年はやろうと思ったのね。ただ、さっき言った尊敬する上司はちょっと遠くって、もうほんとトップね、完全な。そこじゃなくって、俺の一個上の上司、直属のね、上司とまたここはね、馬が合わなくって、まあこれね、俺がね、ガキだったんだよね、本当に。そう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 。まあ従順に従ってりゃよかったんだけど、俺すぐ言っちゃうから、いろいろ意見を。そう。で、ぶつかったんだよ。で、ある時、あることがあって、
なんかね、すげえ疑いをかけられたの。完全に冤罪だったんだけど、でボロクソに言われたから、それをなんか個人面だから個室に呼ばれてね、でふざけんなと思って、でこっちは一応冷静にさ、ああだこうだ話してんだけど、全部こうなんかでもさみたいな言われたもんで、ああもうダメだと思って、その人には言わないで、そのトップの人にも電話して、申し訳ないってこうこうこうでって。でちょうどそれが何月だったかな、10月ぐらいだったのかな、確かだった気がするんだけど、で、まあ、卒業するまで、その今見てる生徒が、受験終わって卒業するまでは絶対見たかったから、3月までは絶対言いますと、責任持って合格させますけどって、その先来年はもう無理ですって言って、ね、すごいもう数ヶ月で辞めるとかすごい失礼なんだよ本当ね、社会人の人はダメなんだけど。でもその人もね、あの俺の会社名古屋が本社だったからさ、名古屋からわざわざ、ね、埼玉まで来てくれて、ちょっと飯行こうみたいな、そうで飯連れてもらって、で可愛がってくれてたからさ、すごいで話してさ、でやっぱりその人と話すとね、揺れるんだわ正直、あのこの人がいるんだったらってそう思ってたんだけど、でもやっぱりその先その人がね、またそのなんだろう、うちの上司から外れる可能性がすごく高かったから、うん、だそれもあったんで、すいませんって言って辞めたの。理由としてはね。だから辞め方としてはすごく良くない。本当に。これね、もうみんなのお父さんとかに聞かれたらね、あいつダメだな、みたいな、ふうに思われるんだけど、うん、っていう感じだね。やっぱり、自分の中では、教育に一生捧げるって決めてるから、まあ、それはね、もう昔から決めてたんで、納得いく教育をしたいの。自分の中では。そう。で、まあ、お金がかからずに、例えばお金を何だろう、子供たちがお金を払わずに、でも俺がお金をもらえて、教育で生きていくっていうなんてもう全然無理じゃん普通に言ったら。あ、無理だよなと思いながら、まあ自営業でね、いろいろやってて、その辞めた後にやってたんだけど、である時にあれって、俺 YouTube もともと好きだったから、ここって動画上げたら、で、その時、なんか YouTuber なんて言葉もなかったし、5年前はなくて、その収益をもらえるってシステムを知らなかったの、俺は。だから、ここで動画を上げたら、まず子供たちの役には立てるだろうと。で、ここで、ハイチって人間を、例えば認知してもらって、ある程度有名になったら、そっから仕事もらえるんじゃないかなって思った。例えば、本を出したり、講演会呼んでもらったり、どっかの、なんか、塾に呼んでもらって、授業をしたりとかってできるんじゃないかなって。で、それで、生計立てれたら、YouTube で授業見る子はお金払わなくて済むし、で、塾とかさ、まあ、本でもね、出したら本買うお金は出るけど、でも、塾のお金に比べればね、まあ、全然安いし、で、塾に呼んでもらうんだったら、払うのは企業だから、企業が払うから、子供たち、その家庭に、なんだ、ダイレクトにはそんなにいかないな、って思って始めたの。で、1年後、投稿を始めて1年後に、知り合いからね、YouTube ってこういう収益のシステムの知ってるって言われて、みたいな。で、まあ前も話しましたけど、その時に、まあ広告をつけなきゃいけないから、そのつけてもいいって、その当時使ってくれてたユーザーの子に聞いて、あ、全然いいですよって頑張ってくださいって言ってくれたから、その YouTuber っていうか収益をもらう風に始めて、で、まあ収益もらってからもう4年経つんですけど、今はこういう風にね、一応、まあ、YouTube だけだと、まだまだね、家族4人養うのはちょっと不安定になりますけど、でも、まあ、本業を入れれば、ね、今一応、みんな、動画見てくれてるみんなはお金を払わない、ね、まあ、ネット通信料とか言ったらそこまでね、ってなっちゃうけど、その状態で、まあ、自分が思い描いてた教育の形ができてるから、良かったのかなとは思ってる。まあもちろん、これがゴールじゃないから、もっともっとね、教育っていうところで、なんかできることあると思ってるの。ね、この先、ね、YouTube のこの授業がさ、このまま行くとは思ってないし、もっともっと、なんか子供たちのプラスになる、ね、教育で、まあ子供たち、学生のみんなを笑顔にするっていうのが俺のミッションだから、それを達成するためにやんなきゃなとは思ってる。まあそんな感じでございます。はい。喋りすぎだね。で、あと最後、とあるイベントなんですけど、2017年の目標はね、チャンネル登録者30万人と、学校や地域での教育ボランティア、っていうのが目標だったんですね。で、30万はまだ達成できてないんで、まだね、こと年のあと2ヶ月どうかなっていう感じなんですが、その教育ボランティアは、そのね、俺が住んでる地域、ちょっと行ったんですよ、話聞きに。行ったんですけど、やっぱりね、YouTube やってるっていうか、ちょっとネックになってて、
そう、学校とかだとね、そう、学校放課後さ、なんか集まって、なんか地域の下、お父さんお母さんとかなんかが来てもらって勉強教えるっていうの結構あるんですけど、ちょっとネックでそこが。で、なんで、勝手にね、塾の方、塾の先生にさ、ちょっとイベントみたいな感じで来てもらって、勉強、授業とかさ、なんか話聞いてもらえませんかみたいなのないかなって思って、ずっと思ってたら、そう、声をかけてもらいまして、今回。そう、まだね、ちょっと正式なことは、まあ来週とか再来週に発表になると思うんですけど、埼玉県のある塾で呼んでいただいて、今度、まだ決定してないんだけど、なんか、自習みたいな感じで、まあ勉強を教える自分がね、教えるのと、あとはな話をしたりとか、まあ希望があれば個別相談だね。まあ面接みたいな感じができたらなと思って、今回やらせてもらうことに、まだ完全決定じゃないんだけど、まあほぼ 90% 決まってですね、それがすごく嬉しくて、そう、まあ直のね、目標達成とは言えないんだけど、でも自分の中ではそれにも近いものがね、達成できるので、あとは、すごいこじんまりなイベントなの、今回。そんな大きな塾ではないんですけど、でもね、その、子供たちっていうか学生のみんなに会えるっていう、教えることができるっていうかね、もう嬉しくてしょうがなくて。そう、まあ不安もあるけどね、もちろん。うまくできるかなとかさ、その不安はすごくあるけど、でも、不安と楽しみとか今共存してワクワクしてる感じです。で、一応、動画を撮ることをね、許可をいただけそうなので、まあもちろんね、顔とかは学生のみんなが映らないようには配慮しますけど、それ投稿して、で、来年は、そういうのをね、ちょっといろんなとこで呼んでもらえるぐらいに、ちょっと影響力がある、ね、人になれたらなとは思ってます。今はさ、呼んでもらっても、例えば、なんだろう、すげえ有名な YouTuber さん呼んだらさ、人が集まるじゃん。集客になるからいいんだけど、俺、知名度がないんで、呼んでもさ、え、誰配置？え、とある男知らんがな？みたいな。YouTube で勉強やんないやんないみたいな、になっちゃうから、もっともっとまだね、影響力が足らないんだけど、まあそれをね、ちょっと来年の、まあなんだろう、まあ目標にするかまだわからないけどさ、ただ、その来年のこう、指針というか、こういう風にやっていきたいっていう、まず、なんだろう、一歩をね、踏み出したことができそうなので、そう、っていう感じです。はい。これ自己満足なんだけど、ごめんね、聞いてくれてありがとう。はい。はい、ということで今回はね、ハイチのダラダラジオ何回だっけ？214回、塾講師を辞めた理由を話させていただきました。ちょっとね、ダラダラと話しちゃいましたけど、今回もね、最後まで聞いてくれてありがとうございました。で、次回が11月1週目なんですよね。で、ちょっと迷ってるんですけど、また顔出しの方で、テーマとポイント喋るか、ダラダラジオで喋るかわからないんですけど、また何かね、喋っていきますので、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。